ウォキーガンはアメリカ合衆国イリノイ州レイク軍の都市で同軍の軍庁所在地2016年の推計で人口は88,182人イリノイ州では9番目に人口の多い都市でミシガン湖岸ではシカゴ、ミルウォーキー、グリーンベイ、ケノーシャに次いで5番目の規模である現在のウォキーガンの場所は1778年の トーマス・ハッチンスによる地図では、リビエール・デュービュー・ホールや、ウォーケ・ヨガと記録されていた。1820年までに、フランス語の地名は、英語のスモール・リトル・リバーとなり、開拓地は、リトル・ホートとして知られるようになった。ウォーカ・ガンスや、その後のワウケガンという地名は、ジョン・エイチ・キンジーと、ソロモン・ジュノーによって作られ、1849年に、新しい地名に採用された。 沖岩は、北緯42度22分13秒整形87度52分16秒、北緯42.37028度整形87.87111 87度、42.37028マイナス87.87111に位置している。市は、ミシガン湖岩にあり、ウィスコンシン州との州教より、約 13km 南。 シカゴのダウンタウンにより6 4トル北に位置している。標高は約2 1 8ト2010年の調査によれば、地域全面積は23.88平方マイルにで、この内陸地は23.67平方マイル、水域は0.21平方マイルで、水域率は0.88%である。以下は2010年国勢調査による人口統計データである。 基礎データ人種別人口構成以下は2000年国勢調査による人口統計データである。市の包括的年間財務報告書によれば市内の雇用支トップ10は以下の通りである。市は小岩地区の再開発を計画している。小岩地区ではミッドウェストの発電所とノースショアの下水処理施設を除き産業活動を行う施設は移転を求められている。 産業施設があった場所は住宅地や住民の憩いの場となる予定である。市はまた開発に伴う将来の税収増を見込んで資金調達を行うティフ地区を魅力があり成功している新たな開発者のために設置する。再開発の最初のステップは映画館とコンサートホールの機能を兼ね備えたジェネシーシアターの復活であり、これはすでに達成された。 新たに多くのレストランが開業し、建物も修復された。さらに、ウォキーガン市は歩行者天国などのインフラ整備に、多額の投資をした。3カ所のスーパーファンド用地があるウォキーガン港の地図。OMC、ウォキーガンコークスプラント、ジョンズマンビルで着色している。ウォキーガンには、全国浄化優先順位表にに記載されている、有害物質を処理する3つのスーパーファンド用地がある。 1975年、ウォキー岩港の沈殿物から PCB が発見された。アウトボードマリンコーポレーションの生産活動が原因であることが調査によって明らかになった。OMC のプラントから PCB を含む排水が、床排水を通じて排出され、ウォキー岩港に直接注ぎ、ミシガン港を汚染していた。OMC のプラントは、その後、NPL に加えられ、 43カ所あるモダイコ、懸念地域のうちの一つに指定された。汚染地域の浄化は1990年に始まり、OMC は2000万から2500万ドルの資金を提供した。加えて、ウォキーガンガスコークス製造会社の跡地の土壌汚染が見つかった。コークスロ跡地の土壌除去は2005年に完了した。OMC の 1.6km 北には、 ジョンズ・マンビルの工場がある。1988年、アスベストによる汚染が地下水や空気中に見つかった。即座に NPL に記載され、その後浄化が行われた。1991年、土壌のアスベスト除去は完了した。しかし、ジョンズ・マンビルの敷地外にも、新たにアスベスト汚染が見つかっており、さらなる浄化が求められる。 ジョンズマンビルの 2.4km 西には、ヨーマンクリーク処分場がある。ここは1959年から1969年まで、廃棄物処分場として使われていた。1970年、処分場の最下層から揮発性有機化合物や、PCB を含む、汚染水が地下水に染み出しているのが見つかった。さらに、爆発事故を引き起こすガスも放出されていた。 主な浄化作業は2005年に完了したが、この地域の水と空気の監視は続けられている。ナンシー・ニコルズ・著、レイク・エフェクトでは、ウォキーガン市民の PCB 浄化への努力が記されている。ウォキーガンは世界的に知名度の高いバイオリニストである、リー・ングランド・ジュニアの生まれ故郷である。彼は初めてナイキのジョーダンブランドと契約したアスリート以外の人物である。 彼の音楽的才能や心を捉えるような椅子は音楽に注目してもらうためにした努力などに光を当てた多くの出版物で取り上げられている。彼はスティービー・ワンダー、ティー・ペイン、エース・フード、他にも多くの著名なアーティストと共演した。ウォキー・ガンは20世紀で最も有名で普及のエンターテイナージャック・ベニーの故郷である。彼は数十年にもわたりラジオや テレビショーなどで大きいンで生まれたと主張していたが、実際にはシカゴのマーシー病院で生まれた。ベニーが少年時代を過ごしたこの街への愛情は彼の共演者のメアリー・リビングストンとのやりとりからはっきりと感じ取ることができる。以下は1950年の母の日、コメディ番組のザ・ジャック・ベニープログラムで彼の夏のツアー計画について交わされた会話の一部である。 1959年のテレビ番組、ワッツマイライン、では、ベニーは司会のジョン・デイリーに冗談を飛ばした。彼らは、私がウォキーガンを有名にさせたと言った。しかしそれは、本当ではない。ウォキーガンが私を有名にしてくれたんだ。これが真実だ。とは言うものの、何年間もベニーは、数百万人のリスナーに、ウォキーガンを注目させており、この街も、 彼の活躍に誇りを持っている。オキーガン中学校は彼の栄誉を称えてジャックベニー中学校と改名された。このことについてベニーはこの上ない喜びだと語っている。2002年にはジェネシーシアターの向かい側に彼の銅像が建てられた。ジェネシーシアターは彼の出演した映画マン・アバウトタウンのワールドプレミアを主催した場所であり、ジャックベニー。 メアリー・リビングストンのほか、ドロシー・ラムーア、フィル・ハリス、アンディ・ディバイン、ドン・ウィルソン、ロチェスターなどがステージに登場した。ジャック・ベニーがウォーキーガンで育った頃、彼の家族はいくつかの建物で暮らしていたが、現在はクレイトン・ストリート518番地にある住居が残っているのみである。この建物は2006年4月17日に市のランドマークに指定された。 SF 作家、幻想文学作家のレイ・ブラッドベリは、ウォキーガンで生まれた。彼は、少年期に、西海岸へ移ったが、彼の作品の多くは、人格形成の時期を過ごしたウォキーガンに明らかに、基づいている。市内の公立学校は、ウォキーガン第60公立学区が管轄している。幼稚園生から第12学年まで合計約1万7000人の児童を抱えている。 市内には3つの幼稚園、15の小学校、5つの中学校、3つの高校がある。ウォキーガン高校は1870年に設立された。1975年に、ウォキーガンウェストライダーズ、ウォキーガンイーストブルドッグズの2つの高校に分かれた。1990年に2つの高校のスポーツチームが統合され、1991年秋には、 高校自体も統合された。高校のニックネームはブルドックズとなったが、ライダーズを表す海賊の眼体もブルドックの絵に追加され、またライダーズのスクールカラーである紫、緑、金も追加された。2000年秋、より多くの生徒を受け入れるために、第9学年センターを創設した。ウォキーガンには港湾地区があり、ウォキーガンコートをウォキーガン地域空港がある。 マクローリーホ歩道がウォキーガンを通過している。機能車からノースショアに至る自動車通行不可の道路であり、シカゴノースショアミルウォーキー鉄道の線路跡に沿っている。メットラは、ウォキーガンとシカゴのダウンタウンを結ぶユニオンパシフィック、ノースラインを運行している。列車は毎日早朝から深夜まで運行される。ウォキーガンと 周辺地域を結ぶ公共バス路線はペースが運行している。ほとんどの路線は月曜日から土曜日までの運行で、日曜、祝日の運行は2路線のみである。市内にはライセンスを取得したタクシー会社が3社ある。303タクシー、イエローチェッカーカブス、スピードタクシーの3社で、いずれも市の条例の下で営業している。ありがとうございます。